さんこんにちは、しおりです。今日は皆さんによく使う形容詞 Adjectives を紹介します。日本語の Adjectives は2つのタイプがあります。 E Adjectives と Na Adjectives です。 E Adjectives は暑い、寒い、大きい、小さい、長い、短い、かわいい、怖い、おいしい、優しいです。 E Adjectives は名詞を修飾するときに E の形で終わります。例えば暑い日、寒い日、大きい家、小さい家、長い髪、短い髪です。次は Na Adjectives です。 Na Adjectives は暇、元気、素敵、静か、簡単、好き、嫌い、上手です。 Na Adjectives は名詞を修飾するときにな、になります。例えば綺麗な人、暇な日、簡単な問題、好きな食べ物です。 E Adjectives のネガティブは E バイバイくないです。例えば暑くない、寒くない、高くない、安くないです。 Na Adjectives のネガティブは Na バイバイじゃないです。例えば暇じゃない、簡単じゃない、元気じゃないです。綺麗は終わりがいいですが、いい形容詞じゃないです。な形容詞です。このようにいくつかのスペシャルがあるので気をつけましょう。形容詞をたくさん使えると会話がもっと楽しくなります。今日の動画はどうでしたか？明治アカデミーでは現在オンラインレッスンを行っています。詳しくはホームページを見てください。それからインスタのフォローと YouTube の登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。